グリアがあり、グリーンビル、スパータンバーグ各市やアップステート地域にように供している。市内に北、アメリカでは唯一の BMW 製造施設もある。グリーンビルニューズ2005年6月の記事によれば、その工場は約4600人の労働者を雇用し、さらに多くの協力企業をサウスカロライナ州に誘致して12000人以上の雇用を生み出した。グリアには、 サウスカロライナ州内陸港インターモーダル設備があり、そこから鉄道で、チャールストン港までコンテナを行き来させている。クリア氏は、北緯34度55分49秒整形82度13分30秒、北緯34.93028度整形82.22500度、34.93028-82.22500に位置している。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は16.1平方マイルである。市内に、ロビンソン湖、アパラシェ湖、カニンガム湖と3つの湖がある。サウスタイガー川が市内を流れている。グリアは、マクレガー一族の出であるジェームズ・マニング・グリアが、設立した。その祖先はアイルランドを通って、スコットランドに遡ることができた。 その子孫の多くが現在もこの地域に住んでいる。ジェームズ・マニング・グリアは1764年にフォールズ号に乗ってチャールストンに到着したジョン・グリアの子孫だった。グリア家はダンカス・クリークの傍らに入植し、それがグリア・ステーションとなった。グリアという名前はグレガー一族、すなわちグレガーの息子であるマクレガーから来ているというのが 通常を受け入れられている説である。綴りのマクレガーとマクレガーに特に違いはなく、ゲールの名前を英語化したものである。サウスカロライナ州アップステート地域の絵のように美しい丘陵部にあり、地域を両場としたチェロキー族インディアンの時代から1700年代に開拓者の家族が入植した時まで、さらに1850年代に鉄道が開通した時まで、 特徴ある歴史があった。今日、グリアは小さな街の魅力と大都市の機械の組み合わせを持ち、国内や世界中から様々な企業や人々を引きつけている。グリア中心街歴史地区現在グリアと呼ばれている地域はかつてアメリカ独立戦争以前にチェロキー族の領土の一部だった。1777年、地域はサウスカロライナ州に付加された。 街の誕生に向けた開発は1873年、リッチモンドダンビルエアライン鉄道が、ジョージア州アトランタとノースカロライナ州シャーロットとの間に鉄道を建設した時に始まった。ジェームズ・マニング・グリアが所有していた土地に駅が作られ、グリア駅と命名された。最初の郵便局が、新しい駅である、グリアズ・デポにあった。この駅は美しい赤レンガのビクトリア様式の、 建物であり、スレートの屋根と、キューポラがあった。現在のノーフォークサザン鉄道の傍ら、トレード通りとデポ通りの間にあり、ムーア通りに面していた。1976年資産税負担を軽減するために、時の所有者であるサザン鉄道システムが解体した。町は1876年に法人化され、グリアズの町と命名された。その100年後、 町の名称は公式にグリア市と改定された。現在のグリア中心街に商店、鍛冶屋、委員が設立された。1900年、グリアで最初の銀行であるバンク・オブ・グリアズが開店した。1914年、ピードモント・アンド・ノーザン鉄道がグリアを通る第2の鉄道を敷いた。鉄道二線が運行されて、グリアは商業にとって魅力ある場所になった。 鉄道は地元農家にとっても事業の大きなチャンスであり、主に綿花や桃など土地の産品を州外に向けて出荷できていた。繊維製造業でも地域の中心となり、ビクター、フランクリン、アパラシェ、グリア、ミルズなど繁栄する工場があった。この工場周りに成長した町は郊外の農業を中心とする部分と密接に繋がれた地域社会となった。 第二次世界大戦後、グリア氏はその工業基盤を成長させ多様化させ、始めた。新しい病院や高校が建設された。人々はスパータンバーグやグリーンビルからグリア中心街に買い物に来るようになった。1960年代初期、週刊高速道路85号線が開通し、グリアをゴーストタウンにする可能性が生じたが、市民が協力して、 新しい産業を誘致した。グリア市内にあるアメリカ合衆国国家、歴史登録財に指定される建造物として、アーサー・バーンウェル邸、ラベンポート邸、ジルリースの工場、グリアデポ、グリア中心街歴史地区、グリア郵便局、ルイ・ジェームズ邸、アール・ペリー・ターナー邸、ロバート・ジー・ターナー邸、アール・アール・テイラー邸と、桃箱詰め倉庫がある。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。グリア市はレクリエーションスポーツの催しが盛んである。グリアレクリエーションでは多くのスポーツの機会がある。市が主張する最良の成果の一つは2007年9月から10月に開催したリトルリーグソフトボールの州選試験である。2010年夏、ブルーリージ中学校とグリア中学校の11歳から12歳の ンセリトルリーグソフトボールチームがジョージア州ワーナーロビンスで開催されて地域選手権に進出したが最初の2試合に敗北して失格となった。グリアのシリーズスタジアムは1938年に公共事業促進局が建設したものである。観客席は3000席である。年間を通じてリトルリーグ学生対抗アメリカンリージョンワールドシリーズ。 セミプロのスポーツを開催しており、1997年に大きな改修を行った。2012年、クリア市は元の州軍武器庫であるキャノンセンターを改修してバスケットボール場にした。この施設は元々1936年に建設された。市のレクリエーション部はサウスカロライナ州レクリエーションと公園の機関で年間賞を受賞した。 これは2005年以来2回目となった。2009年には、サウスカロライナ州レクリエーションと、公園運動機関年間賞も受賞した。グリアから空路を利用する場合は、グリーンビルスパータンバーグ国際空港、ロジャーミリケン飛行場を使っており、ここを2012年には170万人以上の旅客が利用した。この空港は、グリア近くにある商業用クラス C の空港であり、 グリーンビル市とスパータンバーグ市の中間にある。航空会社は、アレジエント航空、アメリカン航空、デルタ航空、サウスウェスト航空、ユナイテッド航空が就航している。フェデックスエクスプレスと UPS 航空が定時貨物便を運航している。一般用途空港として、ドナルドソンセンター空港、グリーンビルダウンタウン空港、 スパータンバーグダウンタウン記念空港がすべて20マイル以内にある。グリアには全国的な旅客鉄道体系であるアムトラックが通っており、グリーンビル、スパータンバーグ漁師にも停車する。コンテナを取り扱うサウスカロライナ州内陸港もある。この港にはノーフォークサザン鉄道が通っており、グリアとチャールストンコートをつないでいる。市内を通る。 週刊高速道路85号線は、バージニア州ピーターズバーグで95号線として始まり、アラバマ州モンゴメリーで65号線として終わる。他に185号線と385号線も市内を通っている。185号線はその全体がグリーンビル市内にあるが、85号線に接続している。385号線はグリーンビルに発し。 85号線と接続している。アメリカ国道29号線もクリア市内を通っている。サウスカロライナ州道14号線と道290号線も市内を通っている。ありがとうございます。